フワちゃんはさ、うん、やっぱ、すごいなぁと思うのはさ、うんうん、やっぱそのスノボー、まあうまいねんけど、うん、なんかこうジャンプ技とかをこう習得したいという域に来てて、すごまあマイアンツとフワちゃんはもううまいから、うんうん、次ジャンプやんみたいなんけどさ、えーうん まあ、いや、いや、こけるやん。でももう何度でも立ち上がり続けんのよ。あ、<laughs> すごいあ。あいつってやっぱ結局売れた理由がわかるというか。うん、立ち上がるん何回もジャンプして何回もこけて,、うん、て、ずーっとそれを繰り返してて。うんうん、で、こう、なんか、 ゲレンデのさ、リフトリフト上がる時とかにもさ「カノンさん次の滑るは何を目標にしますか?」一滑りごとに目標なかったらあかんあいつはすごいやっぱなただ何のテーマもなく滑るっていうのはない何か馬なるっていうのをさ念頭に。 うち一回一緒に行ったことあるった3年ぐらい前にだってうち30分埋まってる時間とかあったもんそやろで心折れるやん折れるであんねん今日もさ吹雪いてたから結構もう板がね埋まっちゃって滑らへんみたいなあんにんけどあいつはもう果敢に行ったよねあすげえなふわちゃんすごいなと思ってんで私は去年ある程度滑れるようになったから じゃあちょっと回転、<ー>くるくる回りながら降りるみたいなのをやるわ、うん、つったら、うん、じゃあ行きましょう、つって。うん、で、あの、くるくるプリンセスや、言うて。<laughs> あの、ふわちゃんがね、うん、く,りくるくる プリンセス行きましょうってこれねすごいあのもう先生の才能あるやんと思って、はい、<laughs> 楽しませてくれる <laughs> うもうなんか年号を覚えるのにさ楽しい言葉つけてくれたりとかくるくるカノさんよしじゃあくるくるプリンセスやってみましょう <laughs> <laughs> ってうんやって, <laughs> って,ってで回れたらカノさん今プリンセスですよ <laughs> 輝いてるよ 私はもっと知ってほしいなと思います周りのみんなにふわちゃんのねそれとかなんかあんま知らん人ってさ逆のことを言いたがるやん売れた時にふわちゃんってあーやけど意外と真面目なんですよとか意外と礼儀正しいんですよっていうのを結構芸能人とか言いたがるやんそれでこうなんていうの 新しいものに対して自分が受け入れる時ってそういうことで気持ちんかこう尖ってる芸人が出た時に意外と可愛い面あるとかで自分が新しいものと対峙する時に落ち着くっていうそういうことじゃなくてって思うのんか EXIT がさ売れた時もさチャラいけど優しいとかって。 それで新しいものを受け入れる。で、それはね、なんか、あんやなと思うんですよ。私は。で、ほんまに知ってほしいのは、やっぱ、あの、フワちゃんがやっぱ、くるくるプリンセスとかっていう言葉を名付けて、私に立ち上がる勇気をくれるっていう。これわかるかななんか。だからみんなフワちゃんになったらいいんじゃないそうやって言えるような人になったらいいんやろまあね。うん。 ただ、あの<ん>すっごいゲレンデの遠いところのクレープ食べたいから、車動かせって言ったときは、マジでしばきそ, <laughs> <laughs> そのわがままプリンセスプリワスダあ、<laughs> まだ。あそこのクレープがいい <laughs> 大変やったね。近くのやつ嫌やった。いや、もう車ここにありますんでって。うん、いや、あっちのクレープがいい <laughs> で結局、行ったんやろ。結局、毎やつが行 <laughs> かされてたけどね。<laughs> <laughs> まあいろんなプリンセスがおるもんですな。<laughs>